どうするです。はい、ということで本日もこちらドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイの方やっていきたいと思います。さあ、ということで前回の続きからですね、もう空のね様子がまがまがしい感じなんですけれども、ヒババンゴっていうねゴリラが攻めてきて、マジでねあいつ、私たちが一生懸命作ったあの何だったっけ、世界樹じゃなくて大樹か、この真ん中にあったんで木もぶっ壊していったし、まあ、さらにはあいつ自体どっか消えちゃったんですけれども、見て、我らがアイドルマギールちゃんがもう完全に、ほらこれもう完全に助からんだろ、これはもう助からん。ほら首が完全にスポッといってますもんね。うぐぐ、あ、生きとるんかいっていう感じで今日はここからじゃあスタートしていきたいと思います。さあ、ということで、ボスバトルからかな、まずやっていきましょう。ヒババンゴがいないんだけど、どうする、教団のやつらがここを囲んでやがる、今すぐぶっ倒すぞ。どうだ、戦いの準備はいいな、よし行こう。どうする、俺はこんな気持ちになったのは初めてだ。マギールを、大樹を壊すなんて、俺は奴らを絶対に許さない。覚悟しやがれ、俺が今すぐ全員消してやる。さあ、破壊神指導の本気が見れるか。フロスタートなんだな、みんなフロスタートなんだ。オッケー、やばいやばい、食らいすぎないようにしないと。結構ね敵、あーやばい、魔法使い、痛い痛い痛い、この後ろにいる奴らを先にやっつけた方がいいな、絶対。やべやべ、オッケー、ゴリラは任せた、みんな。あー眠ってしまった、マジか、やべやべやべ、眠っちゃった。オッケーオッケー、マヒルちゃんがやばすぎるだろ。よし、多分ねこの後も敵どんどん出てくるかな。え、てかこれヒババンゴもワンチャン出てくる。オッケー、やっつけた。おおでかっ、ちょ待って、でかくね、ゴリラでかい、いて、いていていて、痛いぞ痛いぞ。あ、このアロをやっつけないとしびれ攻撃してくる、痛い、あ、しびれた。しびれ攻撃結構厄介ですからね、私の体力はまだ大丈夫。ほらゴリラめ、顔でか、顔でかゴリラ、よいしょ、やろうやろう、よいしょよいしょ。味方大丈夫かな、味方がねやられたらベッドに寝かしてあげたら復活するはず多分。わあ、いっぱい来た、めっちゃ来たな、こんないっぱい来る。これも範囲攻撃でいきましょう。おお、すげえ、呪文めっちゃ使ってくるじゃん、魔法。 MP の概念あるのかな、いて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 、あ、でもそんな強くない、よしよし余裕。さあ、マギールちゃんの弟子っぽいやつらだな。うわ、まだ来るか、あ、ってかこれがラストじゃない、やばいやばいやばい、いて、でかいやつ4体だからなんかラストっぽい。あそこの魔法使い先にやっつけるか。ほら、よいしょ。このドラゴンクエストビルダーズね、結構戦闘シーンも迫力あって面白いんだよな、ね、まあ、迫力あるかどうか分かんないけど、結構あの、あ、いた、アクション要素がちゃんとあって面白いんだよ。やばいやばい、死ぬ死ぬ、危ねえ、ちゃんと敵の動きを見て、やれやれ、あ、あ、ホイミがいる、回復してたんかこいつら、やっつけろやっつけろ、結構強いな。あ、もうダメだって言ってる、あいつはね一回ベッドに寝かしてあげると復活する。重い、走れない、傷ついた敵はしばらく経つと回復する、ベッドに寝かせると早く回復する。ベッドを、あっち、もういいや、勝手に回復してくれ、ベッドをこっちに用意する必要があるな。次の戦闘までにベッドを用意しとこう。よいしょ、ここら辺にベッドあると絶対便利だもんな。私もあれだな、時間で回復してほしいな。さあ、みんな頑張れ、こいつらで終わりだと思うんだよな。 OK、 やっつけた、経験値もいっぱい。さあ、拠点を狙うモンスターをやっつけた、レベル上がりましたね。ヒババンゴはやっぱ来なかったな。ドズルたちのレベルが8になった、最大 HP が上がった。お、またなんかひらめくかな、新しい武器じゃない、また稽古着、あ、守備力が高い、今来てるね、守備力は10なんですけど16、しかも早く移動できるって素晴らしい、めちゃめちゃいいじゃん。さあ、バトルコンプリート。まあでもバトルコンプリートしたのはいいんだけど、木が壊されちゃったからな。8
ははは、やったなドズル、所詮はザコムだ、俺たちの敵じゃない。だがどういうことだ、教団の魔物どもを倒したってのに全然気分が晴れないぞ。確かに空がもう全然暗い感じになってる。お前いきなり顔、そうだドズル、ちょ待って待って、指導と話してるのにさ、指導の前に立つなお前。そうだドズル、マギルのやつはどうなった。マギルちゃんがくどうやらわしはここまでのようだ。マジでマジで言ってる。え、マギルちゃんここまでなの。マギルちゃん、マギルちゃん嫌です。え、復活するでしょさすがに。チャコよ心配するな、まだ終わったわけではない。皆で育てた胎児は破壊されたが、まだ希望は残されておる。指導よ、お前は言っておったな、胎児はどうやって生まれたのかと。胎児は生まれたのではない、かつて島に来たビルダーが作ったのだ。あ、なるほど、作れってこと。何、どうする。ビルダーよ、お前にこれを授けよう。胎児の設計図。え、何これ何これ何これ。スペシャル道具、風のマント、空中飛行でまだ見ぬ絶景がそこに。あ、マギールちゃんのマントってことか。その風のマントがあれば空を自由に飛べる。胎児を一から作る手がかりを探すのだ。胎児を一から作る、そんなことできるわけないです、マギールちゃんがいないと。だから死んじゃダメです。わしは全てを教えた、あとはお前がドズルを助けよ。わしの弟子たるお前ならできる。え、本当に死ぬの。え、マジでそれはやめてほしい本当に。でも私、チャコよ、胎児を復活させ大農園を作ることがお前の夢ではなかったのか。夢を諦めてはいかん、夢を諦める言い訳を探してはいかん。どうする、チャコのことを、皆のことを頼む。たった一晩ではあったが、ビルダーになれてわしは嬉しかったぞ。え、本当にけ、マジか。うわー、これガチ泣いするやつ。マギルちゃん、うわー、我が輩はどっかでマギル殿に憧れておった、あのようにみんなに頼られる存在でありたいと。やっぱり物なんて作らなきゃよかったんすかね、絶えずさえ作り始めなきゃこんなことには。行こうぜドズル、俺たちでヒババンゴの野郎をぶっ倒しに行くんだ。マギールの形形を打つぞ。待ってください、マギールさんは胎児を一から作れって言ったんです。だが私、お二人に言ってほしいところがある。言ってほしいところ、なんだチャコ、言ってほしいところがあると言ったな。私、マギールちゃんに聞いたんです、枯れてしまったかつての胎児が今もこの島のどこかに残されてるって。そこに行けば新しい胎児を一から作る手がかりが作れるかもしれません。わかった、行ってきている、このままじゃ終わらせないぜ。やりましょうドズルさん、イニシエのビルダーも胎児を作ったんです、ビルダーのあなたなら行けます。なるほど、いやー、胎児を復活させるってことか。新しい、恵みの胎児を私たちの手で作るんです、そして島に緑を取り戻しましょう。また作っても、でもヒバ番号にやられるんじゃない。だが問題はかつての胎児とやらがある場所に、かつての胎児とやらがある場所にどうやって行くかだな。ひょっとしたらマギールさんがドズルさんに託した風のマントが鍵なのかもしれません。で、どこで風のマントを使えばいいんだ。ミミミン、ドズル、シドウ、チャコ、僕かつての胎児がある場所に心当たりがあるよ。あるんかい、あるんかい、お前。風のマントで空を飛ぶ、高いところから降りながら丸ボタンを押すと滑空することができると。まあいいんだけど、マギールちゃんいなくなったのかな。ちょっととりあえず服作っていい。あれ、なんか新しい服作れるようになったって書いてあったけど、あれか、こっちで作るのか、これか。それで着替えて、
さあ、ミミズンに聞いてみるか。僕、教団から逃れるために島を巡ってたから知ってるんだ。かつての大樹がある場所も。かつての大樹は陸地から離れた小島。あ、そうなんだ。なんで小島に大樹があるの？だから普通の人間や、魔物や人間はいけない。そっか、風のマントを使えば陸地から離れた場所にも行けますね。ドズルは湿地帯にある多くのトマト農園には行ったよね。トマト農園にワープして湿地帯を東に抜けていくと小さな岬があるんだ。あ、行った行った。その岬から風のマントで飛べばかつての大樹のある小島に行けるはず。ではドズルさん、シドウさん、その小島で新しい大樹を一から作る手がかりを探してきてください。普通にあれで行けばいいじゃん、船で船で行っちゃダメなの？さあ、風のマントを使って、あいつがなんか言いたそうにしてるな。教えてくれるかな、何か。おうおう、人間、なんだかすげえ空だか。大丈夫か？こんなとんでもねえ鎖風はここ最近全然起きなかった。一体何が？ところでお前たち、まさかかつての大樹に行きたいだなんて言うんじゃねえだろうな。こいつ察しが良すぎるだろ。まずこっから東に行くと海に行き当たる、そこを左に曲がってまっすぐ行くと、階段みたいになった岩山があるんだ。岩山を登りきると目印の看板がある。そっから思い切って飛べばかつての大樹がある小島に行けるぜ。岩山の下には事情に詳しそうな大ネズミがいたはずだ。なんならそいつにも話を聞いてみな。親切なんだよな。とりあえず東に行って、あー、あれだ、あいつだ、事情に詳しいネズミ。僕の後ろの階段を登っていくとかつての大樹を望む岬に出られるよ。でも君たちはかつての大樹がある小島には行けないよ。あそこは空でも飛べなきゃいけないよ。もしも風のマントを持ってたら高い場所からジャンプして丸ボタンを押せば滑空できるはずだよ。なんでこいつだけ注意じゃないんだろう。こいつ何、敵？まさか、あ、敵か。お前いいやつかと思ったら敵だわ。とりあえずこっちから階段登ってて、ついてくんな、オーク。さあ、こっち登ってって、すげえ地形だな、ここは。ここでここすごい絶壁も絶壁でしょ。やば、こっから飛び降りろっていうの、そりゃやべえ。あ、ここか。あ、頑張った。そんな、あれじゃない、もうめっちゃラスボスの城みたいになってるけど大丈夫？お前そんなとこから攻撃してくんだよ、バロン。これだな、多分。恵みの大樹はモンゾーラの希望、最後の希望は岬より先の地に。あそこに行けってこと？何時もし風のマントを持つ者ならこの地を飛び空中で丸ボタンを押すべし。どうやらミミズンが言ってやがった岬っていうのはここのことらしいな。どうする？風のマントを使ってこっから飛んでみるか。飛んでみようか。え、怖っ。シンプルに怖いんですが。やばくない？だってこれ。さて、じゃあ行きますか。ちょっと初のあれだから怖いけど行ってみるね。参ります。おら、おお、行った。結構普通に飛べる。すげえ。どこに降りればいいの？どこに降りればいいの？マジで。ここでいいか、一旦。降りれた。すげえ。なんか変なとこ来た。何これ。壊していいのかな？普通に壊れる。教団の旗ゲットした。ここは何？毒沼みたいになってる。教団がここをもう、てか元々こっちが本当の島だったんじゃないの？教団が謎のいろいろ悪いことして滅ぼしたのかな。うわ、すげえ、めっちゃ滑空気持ちいい。これ滑空最高ですね。あー、なんかいる。これまたボス戦だろ。ボス戦っていうか絶対戦うだろこれ。カカ、貴様らは人間、なぜここにいる？この小島の朽ちた木はヒババンゴ様の手によって破壊の象徴となったかつての大樹。恵みの大樹は今や破壊の木、島の土を腐らせるババンゴの実をその奉仕によって生み出している。あ、そういうことか。こいつのせいで、ちっ、それが鎖風の正体ってことか。カカカ、人間よ、ここは立ち入りが禁じられたモンゾーラにおけるハーゴン教団の聖地。島の秘密を見た以上貴様らは死んでもらわねばな。なるほど、そういうことだったのか。鎖風はもともと怪獣だったものがヒババンゴによってそうされてたのか。やべやべ、強い。先にこういうね、
魔法を使うやつを。相手ゴリラ、ゴリラどけ。よいしょ。いや強えな、この結構強くない？よっしゃ、あと2体。オッケー、あと1体。あ、怠慢だな。ゴリラ VS ゴリラ。うほうほう、あぶね。うほ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 う、よいしょ。よし、会心の一撃、会心の一撃すると音が変わるな。あ、力を貯めて。あぶね、あぶねって当たったけど。オッケー、やっつけた。魔物の群れを倒した。よしよし、強打の魔物をぶっ倒したな。かつての大樹を破壊の木に変えてやがったとは、やつらどこまでも行けつかないぜ。ん、元の大樹に戻るのかな。あの小汚い光は何だ。これを破壊しないといけないのかな。調べる。これが非番番号の何かかな。誰です、私にか語りかけるのは。え、まさかビルダーが閉じ込められてる。私はかつて大樹だったもの。あ、大樹か。しかし今は朽ち果て、朽ちた私から出る風は災いを呼びます。あなた方が何者かは知りませんが、すぐにここから立ち去るのです。なんですって、仲間たちと共に新たな大樹を作りたいと。いいでしょう、ならばあなたの手で朽ち果てた私を破壊しなさい。破壊したらどうなるんだろう。うお、すげえな、大樹でか。あなたの頭上の朽ちた、黒い木がかつての大樹です。金色の樹皮をすべて剥ぎ取って、そして私の元に持ってくるのです。ん、上に行けばいいの。金色のなんとかをすべて剥ぎ取って私に持ってくるのですって言ってたの。とりあえず上行ってみよう。あ、これか、これだ、これだ。金色の樹皮って、お、すげえな。北斗七星みたいになってる。謎の。あ、金色出た。命の原木。あ、空腹で倒れそうだ。パン食べよう。これを集めて、なんかちょっと体重を傷つけてるようで罪悪感あるな。OK。いいね、これ。こんな感じ。これ、これいいね。どっから落ちても大丈夫。よくやりました。私の命を破壊したのですね。この金色の樹皮は私の命がわずかに燃えていた部分。これで私も完全に壊れることができましょう。いや、こいつが壊れても大樹作れないんだけど。島はすでに破壊へと傾き、ヒババンゴが鎖風を増幅しています。今や私を壊すだけでは悪しき風は止まないでしょう。止まないんかい。しかし私のかけら、金色の樹皮から新たな大樹を作れるかもしれません。ビルダーよ、どうです、新しい私の姿を思い描けませんか。あ、なるほど、これで思いつくのか。ビルダーよ、覚えておくと良いでしょう。創造とは破壊から生まれるもの。しかし無からは何も生み出せないのです。あなたが新たな大樹を作り、島に緑が戻る日を待っています。ありがとう、私を壊してくれて。なんかちょっと切ない感じもするけど仕方ねえな。これ大樹復活した暁にマギールちゃん復活したりしないかな。さすがないか。ははは、いつものやつをひらめいたんだな。よし、あいつらのところに戻ろうぜ。戻ったらすぐに設計図を書くんだ。これ普通にワープで戻れるのかな。あ、戻れた。何もせずに戻れた。さあ、ここ、え、こんな広いの。嘘でしょ。え、畑があるんだけど。大樹の設計図。あー、中心部だけか。うっ、すげえな。ちょっと待って、めっちゃでかくない。今までこんなでかいの作ったことないんだけど。う、うひゃー、これはまさか新しい大樹の設計図。どうする、お主本当に一から大樹を作る気か。そのような大それたことを。ふふふ、くふふふふ、ドアハハハ、素晴らしい、素晴らしいぞ、ゾゾル。
新しい胎児を設計図で作ろうなどと、お主は大バカ者だ。だが我が輩の胸に今一度火が灯ったぞ。皆さんもお願いします。大農園を作る夢、もう一度叶えさせてください。さあ、みんなの気持ちが一つになったかな。なに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 。そうっすね、一度大農園はできたっすけど、これじゃあ夢が叶ったとはまだ言えないっす。うん、ドズルトならやれるかも。新しい胎児作っちゃおう。マジでよし。でも作るのは私一人だけどな。皆さんありがとうございます。ううマギルさん、マギルちゃん、見ててください。私たち必ずやり遂げます。よし、みんなで新たな胎児を作り上げようぞ。えいえいおう。よし、まあ作り上げようって言ったのはいいものの、めちゃでかいよこれ。マジで言ってる。とりあえずこいつ話すか。やったやった、新しい胎児を設計図を描けたね。これからは島の旅ミミズだった僕の知識でみんなの、胎児作りをサポートするよ。しかしこの設計図、書きかけというかどこか半端なようだが。そっか、これ胎児の土台の部分なんですよ。見たところ3段階に分かれてるみたいです。ふむ、3つの階段に分けて少しずつ作っていこうというわけだな。これならば迷わず作れそうだな。私、マギルさんにたくさんのことを教わりましたけど、実はまだ聞いてないことがあって、胎児にはより大きな力を与える何らかの方法があるとか。マギルちゃんの言葉を頼りにこれからいろいろ考えてみます。何か分かったらお伝えしますね。OK、とりあえず私はこの第一段階の土台を作れってことか。あ、ドルトンが何か言ってる。改めてではあるが、よくぞ胎児の設計図を書いてくれた。我が輩たちももうすっかりやる気だぞ。そしてそして、我が輩たちのものづくり力を今こそ生かすとき、設計図の組み立てを、我が輩たちも手伝おう。そう、お主が鐘を鳴らしたとき、我が輩たちにものづくりの力がみなぎったのはきっとこの時のためだったのだ。でも私たちはまだ建築には慣れてません。正直どうやって作ったらいいか。そこでだぞズル、設計図の一番下の段に大木の樹皮を引き詰め、胎児をどう作っていくか手本を示してほしい。あ、一番下を作ればこいつら作ってくれるってこと。よし、その間に俺たちは完成に必要な素材を集めてくる。え、集めてくれるの、最高じゃん。あ、そうなんだ、結構準備必要だなって思ったら、あいつらに任せておけば全ての建材を集めてくれよう。お主は大勢のつもりでいるがよい。しかし、すまぬが、一番下の段に引く大木の樹皮だけはお主の手で集めてもらわねばならぬ。リリパッドの住む密林にあると思います。40個ほどあればお手本部分は作れそうです。40個ね。樹皮を手に入れるには、密林の木を破壊せねばならぬだろうが、新たな胎児の力となってもらうぞ。それでは、胎児の樹皮を40個集め、設計図の位置に全て置いてくれ。良いところまで行ったら我が輩が知らせるぞ。なるほどなるほど。これ持ってなかったっけ。あ、52個あるわ。これしかもさ、あれがあるのはすごいありがたいですね。みんなが持ってきてくれるのはマジでありがてえ。とりあえずこれで、これ壊すか。ここに敷き詰めればいいのかな。一番下の部分ですかね。多分階段じゃない部分だから、ここだな。ガンガン行こう。階段じゃない部分に敷き詰めたら、また新しい材料はみんなが持ってきてくれるはず。おいしょ。こんな巨大建築物どうやって作るんだって思ったけど、こうやって一個一個サポートがあればいけそう。あ、みんなのために40個いた。まだあと3つ。設計図の場所に40個の大木の樹皮を置いてくれたのだな。うむうむ、このように置けばいいのか。ドズルさんが家を作るのは見てきましたが、自分で作ろうと思ってみたのは初めてです。いかにしてブロックを置き建物の形を作り上げていくのか、これでよく分かったぞ。お前らビルダーの素質ありすぎだろ。ドズルさん、お、こいつらビルダーすごすぎ。はは、胎児を作るための素材集めてきたっすよ。早い、俺たちの血と汗と涙の結晶。お、ここに置いてくれるんでね、全部この収納箱に入れておくっす。
素晴らしいな。ドゼル殿、私は残りの大木の樹皮と設計図にあった大木の葉を集めてきました。みんな疲れすぎだろ。私はドゼル様の真似をして木の階段を作ってみたんです。他にも大樹の完成までに必要であろう素材は全て集めてきました。すごすぎるだろ。全部収納箱に入れておきますね。俺たち素材を集めてみてよくわかったっす。ドゼルさんがいかにすごいことをしてきたか。グフ。いや、こいつらの方がすごいよ。あ、倒れた。みんな仲良く倒れたな。ドハハ。みんなのものよくやってくれた。これだけ素材があれば設計図を完成できようぞ。オッケー。じゃあどうする？ドハハ、ドズル。よくぞ大樹作りのお手本を見せてくれた。これで我が輩たちも建築を手伝えるぞ。我が輩たちは設計図と素材さえあれば、お主の建築を手伝うことができる。ただし、建材がなければ建築を進めることはできぬゆえ注意してくれ。そして、大樹を作る建材は、すべてポンプたちが集めてきてくれた。あとは安心して任せるがよい。我らの手で、大樹作りが進んだら、設計図の置くべき場所にお主が持っている命の原木を置いてくれ。そうすれば最初の設計図は完成だ。無事に大樹を作り上げていることが、作り上げることが私たちの一番の願いだけど、ここまで来た以上、教団をやっつけることもみんなの願いよ。ドズル、指導、改めてよろしく頼むのはね。OK、じゃあ私はみんなが働いてるのを見ればいいっていう。一番楽だわ。いいポジションにつけた。ドハハ、これで我が輩たちが建築する準備はできた。やるぞ、みんなのもの。お主たちが素材を集めてきてくれた、くれておった間、我が輩がしっかりドズルの姿を見ておいた。さあ、我が輩に続け、皆で新たな大樹を作るのだ。えい、えい、おお。すげえ、こんな、やば。オッケーオッケー、自分の代わりに立ててくれる。あ、音楽が。え、ちょっと待って、めっちゃいい音楽。めっちゃいい音楽流れ始めた。うわー、あー最高最高。ちょっと待って、眺めとこうずっと。え、最高だわ。やば、いいね、めっちゃ良くないこれ。ずっと見とける、ずっと見とける。すげえ、どん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 立ってる、どんどん立ってる。めっちゃおもろいこれ。今ドラクエビルダーズやってきた中で一番面白いシーンだわ、このみんなが勝手に働くっていうすげえ、こんな大人数で作ったの初めてだから。いやお前ら、あ、なんかミミズが言ってる。マギルさんが言ってたっていう、大樹にさらなる力を与える方法って一体何なんだろうね。一つ思い出してみたんですが、かつてのビルダーさんが作った大樹は3色の花で彩られてたらしいんです。ひょっとすると私たちが作ってきた作物のように花も大樹に力を与えていたのかも。3色の花、ひょっとしたら三色島と関係あるのかな。モンゾールには大樹があった小島以外に3つの小島があって、3つ合わせて三色島って呼ばれているんだ。三色の花、三色島、ひょっとしたらそこに大樹の力を与える手がかりがあるのかもしれませんね。三色島のうちの一つは、僕の巣があった場所から東に行くと岬から行けるはずだよ。まずはワープを使って大ネズミの丘に行ってみて、そこにいる大ネズミにも話を聞くといいよ。ではお願いします、ドズルさん。三色島の一つに行って、新しい大樹に力を与える手がかりを見つけてきてください。 OK、 そうするとまた新しい設計図があれする感じかな。いやーにしても、これ嬉しいな。うわ、どんどん、どんどん立ってる。どんどん立ってるよ。やば。すげえ、私より正確。私が作ったらこんな速攻で作れないもん。最高ですな。こうやって、これ3段階のうちの1つでしょ。さらに大きくなるって考えるとめっちゃテンション上がらない。やばい。さあ、ということで、じゃあ一旦ちょっと今日は、ここで終わりましょうか。次回三色島を、コンプリートしていく感じになるかな。三色島コンプリートして、花を植えていくのかな、おそらく。いやー、これ眺めとけるな、ほんと。テラスで食事しながら眺めとこう。みんなが働くの。あ、いいっすね。みんなが働いてる傍らね。私は横でお茶でも飲みながら。優雅に鎖風を浴びて、眺めているという感じなんですけれども、またね、ちょっとこれの完成も待ちつつ、次回の動画でまた三色島、行ってみたいと思いますので、ぜひともね、ドラゴンクエストビルダーズ、こちら毎日更新でやっておりますので、ぜひ明日の動画も見ていただければなと思います。昨日の動画とかもね、見てない方はぜひ、見ていただければなと思います。ということで、じゃあ本日のドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお済みください。
ない方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。